キュービーラジオ。皆さんごきげんよう、ジョーバチのボーカルアブです。キュービーラジオシャープ15、ジョーバチ15周年に突入して一発目のラジオがなんと15。これ今気づきました。示し合わせたかのような。そして今一緒にニヤニヤしている2人が今回のゲストでございます。私の大好きな大好きな、そして喋ったらどうなるんでしょうか。もう本当に私がただのゲラとかしてしまうと思います。紹介いたします。ジョーバチのベーシストヤシちゃんと、ヤシちゃんでございます。とって言うとなんか変な感じがいたしますけど、ジョーバチのギタリストひばりくんです。です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそキュービーラジオ。はじ、い、めまして。キュービーラジオでは、ね、はじ、い、めまし まして、はい、ちょっとあのね、私たちは、ジョーバチはファンクラブがあって、であのクラブオブキュービーというファンクラブがあるんですけども、はい、そこではいつもおしゃべりコーナーって言って、おしゃべりをひたすらするっていう、そしてライブが終わった後とかにもその機材車の中で話したりとか、リハーサルが終わって、お昼休憩入る前後とか、そういう風にいつでも話したりしてるんですけど、2人がまずメディアでこう私と喋るってことは初なのよ。初です。初なのだの。だからすごくどうする、どうしよう、まあ、とりあえず、まあ、あの別にいつも通りどころか、まあ、ここにも爆弾はありますし、爆弾ね、まあやりましょうや。はい、分かりました、楽しんでいきましょう、楽しみましょう。このキュービーラジオなんですけども、前回の収録からなんと1ヶ月以上が経ってて、はい、そうでやっぱりこの2ヶ月間は、まあ、怒涛のスケジュール、ジョーバチはそうでございますからね、思っていて、で私はあのプロデュースのお仕事もしていて、ルーグジョーっていう、あの素敵な方々、7人の方々のプロデュースもしているんだけれども、あの本当に、まあ、スケジュール共有しとるやん。そうや、だからよく大丈夫って聞いてくれて嬉しかった、ありがとう。本当にお疲れ様、よく頑張ってるね。よくありがとう。でも、すごい楽しくて、よかった、で楽しかったうちで、なんて言ったらいいかな、本当にドタバタやってんけどやっぱり楽しかったなと思うのが、この前のジョーバチのボストンでの、はい、イベントに出たこと、あのアメリカボストンに出たことと、そしてニューヨークでの単独公演、それがやっぱりすごくね楽しかったし、これはやっぱ2人ともここで話したいなと思ったんよな。はい、話しましょう。まずヤシちゃんは海外に行くと、あのヤシちゃんは人の目を見てちゃんと話を聞くところがあるから、英語しゃなんかな、やと思う。特にこうオンオンオンって相槌めっちゃうまいやん。相槌相槌がうますぎるんやと思う。あ、そうやな、それはわかる。どの言語の人でもオンっていう風にオンオンっていう、日本以外でもわかんねんな、相槌ってなんかでもいろいろさ、いやいやいやとかあるけど、韓国違いそうやけど、だとかあるけど、でもヤシちゃんは話せない国でもまずこの人話せるやろっていう手で話しかけられてる。そうなの。みんなと言っても私に目線を合わせて話しかけてきて、そうそう、でみーちゃんになんてつってなんて言ってる、訳してみたいな、で OK みたいな、なんで私に言うやろ、一言も話してへんのに。話せそうだ、一回受け止めてくれるっていう。そうそう、なんかね、そんなことがありました。あとひばりくんはさ、私なんか海外にジョーバチが出ていくっていうか戦っていくってタイミングで、あの事務所やったりソニーグループから英会話習っていいよアブちゃんって言われて、あの英会話教室いただけたんよ。でもそのあたりからちょっとスケジュールの方というか作りっていうものが、あの本当に私のなんだ天職やと思ってて、で日本語にやっぱり英語ももちろんずっとあの私は今もやっているけれども、やっぱフォーカスっていうと自分の今持ってる喋ってる言語やのっていう、読む本もそうやし、あの考えることもそうやしって思った時に、ひばりちゃんごめん私の分教室英会話教室行ってくれんかいって言って、そうはい、いやもう喜んで、そう2つ返事で、はい、コツコツ言ってるやん。言ってる、そうそうそう、偉いですね、本当に真面目でございますね。ほんまに、いや好きだからね、やっぱ学ぶこと好きですね、素晴らしいです。ひばりくんって琵琶も習ってるやん。あ、琵琶もそうそうそう、習い事好きやもん。習い事好き、だし、まあ、まあ、あのすぐ飽きることもありますけども、ね、こうやって長くできることって結構やりがちかな。習い事好き、
なんかそれがすごい素敵と思って、なんかさ、ボストンの公演やって、まあ、アブチが出てくれてんけど、まあ、ジョーバチ14年目最後のライブやって、次からは15年のライブやったから、でもなんかなぜかアブチが海渡りたかったみたいでいらっしゃって、でまあパチコーンってやってはったけど、なんかね、きっとアブチが行ってくれなかったら私あの公演泣いてたと思うよ。いやーすごかったね、あのアニメイベントやったけど、まず着席やったやんね。あーそうだね。で立ったらあかんみたいな、でみんなコスプレ、えげつないコスプレしてた、剣とか持ってるからすごい太い、どうしたのっていうぐらいの剣とか持ってるから、だから前の人が見えなくなったらいけませんっていうことで結構パンパンに入ってくれて、でみんな剣とか持って座って、でクイーンビーとか言って、アブチがギュルルルルってやってはって、やっぱやっていくサイズにやっぱ座ってても関係ないやんそんなことって、もうすごいエナジーが、とてつもなくエナジーが飛んできて、で7曲目ぐらいでアブチがなんで座ってるんですか、皆さん立ってくださいってアブチが英語で言うてはって、で言うたらわーいっていうクイーンビーってわーいってみんながすごくピュアな、初めてライブに来た人もすごい多かったと思う、多分すごいその割合大きかったと思うねんけど、そんな人たちがアニメっていうものを通じてジョーバチと出会ってくれて、であと忘れへんなって思ったんが、やっぱ Hey boy って Hey girl ってプライドっていう曲がジョーバチにもあるんやけど、Hey boy, Hey girl, Hey babies っていうの、 babies って伝えた瞬間、ニューヨークもそうやったし、今までロサンゼルスもそうやったし、上海もそうやったけど、あの babies に意味、あの意味が本当に海外やと一発で分かってるんやなって。そうね、本当にそこ私も印象的やったわ。いつもあそこで、あの鳥肌とかそういうことじゃなくて、ああ分かるんやなっていう、日本でやってたら多分そのちょっとね、あ、女王蜂のバイブスやなって思ってくれると思うね。でも戦い方っていうかスタンス、女王蜂の表明やと思うから、あれはっていうことを、やっぱ言語が通じない国の方が直接日本語が届くっていうことがやっぱいつもすごく面白くて、あのボストンの公演は多分私はいつもライブは絶対どの公演も思い出せるけど、ひときわ忘れへんなっていう、アブチありがとうって、アブチじゃなかったらあのピュアなエネルギーは多分私は涙してたかなっていう、物ごつかったなと思って。ボストンどうやったごめんところでところでなんかやっぱ2人のそのボストンが、ね、やっぱボストンとニューヨークはすごく違かったと思うね。違かったね、まずどういうアニメファンだったんやろうね、まずね。あ、そうだよね、本当最初ずっと着席やったけども、いやすごいすっごいお行儀が良くて、そうそう、でもちょっと緊張してらしたんかなと最初は思ったけど、最初ジョーバチ見たら怖かったと思うし、怖いんかなやっぱ、でもえ、おおって思うよね多分、うん、そうね、どんどんボルテージが上がっていって、やっぱあのさ怖いかったの、あのまあ多分ヴィーナスだったと思うけどさ、あそこで本当ガラッとね、立っていいなみたいな感じだけど、すごくあそこから雰囲気がまたガラッと変わって、もうやんやーってなった、そうそうそう、やんややんやなんかそのスタンドアップって言葉を待ってましたじゃないけど、そんな感じ待ってくれてたかもしれない。可愛かったがさ、それが終わった後、一曲終わった後さ、座ろうとしたよ全員、そろそろそろって座ろうしたからなんで座ってるんですかって言ってるんですけどって、阿部ちがまた言ってはって、それからうわーってですよねーって言ってたのすごい素直なんよね。いやー本当に素直、そうそう、周りの目はあんまりこう気にしないというか、いやー言われたから自分が立つみたいなのがね、素直ですごい好きです、で立ちたかったの、立ちたかったのみたいな、いやいやそう、あー好き。でこれもやっぱキュービーラジオで伝えたかったけど、ごめん、なんかひばりくんどう思ったっていうのに一個聞きたかったんが、やっぱすごいいろんなアニメコスプレのしてる、アニメコスプレをしている人たちもいたし、したい格好をしている人たちがすごく多かった。で街も多分本当になんだろうな、同性婚とか、その私はことさら今までそのジェンダーに対して語ってきたことがあんまりなかったの、なぜならジェンダーっていうものに対しての捉え方っていうのがやっぱりこのみんな違う中で、常に私もずっと考えてるものであるから、一
人とシェアするっていうことよりもずっと自分で考えて物にしていくっていう、物にしていくっていうことが自分の中ではあったんやけど、ボストンでさ、あのコスプレやったりとかの時に、まあもちろん体毛処理してなくて、で、あの体はあのまあヒゲが生えているとして、でまあパーンとガタイも良くてかっこよくて、でメガネがかけてて、でちょっとなんかこう、なんやら好きなものに一直線なんやろなっていう人がめちゃくちゃ可愛いメイド服みたいなのを着てたりするやん。あ、そうそうそう、で全く笑えんかったやん。もう笑う余地がないぐらいコラボレーションしてたのよ、その本人とキャラクターが。で、あれを見た時にもうすごいめちゃくちゃ素敵って思って。確かにわかる、いやー素敵やった。そうだよね、なんつったらいいんだろうね、自分がまずあるっていうことかな。ね、そのあ、なんかその、ね、コスプレが成功する失敗するじゃなくて、とっても好きな要素をあの自分の中にリスペクトを持って言えるみたいな、だから、女の子バージョンのなんだろう、セフィロス私はみたいな感じで歩いてる人もいたりとか、なんかいろんな人がいたりしたけど、なんか本当に私は素敵やなっていう、そのそうだ、で街にランドリーに私はちょっと洗濯にその映像監督の子と一緒に行ったんやけど、でその時になんかふと街を歩いてたら、なんか多分ジェンダー感で言うと、自分で自分の体っていうものに対して自分から作用しに行った人とされる人たちが、まあ普通にいることは、私は普通にいるのは当たり前だと、どの国でも私はまあそれだと死罪になるような国ももちろんあるけれども、入れるっていうことは私は入れる国があるのも当然だとまた思っている中で、やっぱり自分っていうものがあって、それプラス胸があって、そして気に入ってるのよっていう、その何なんだろう、何かになるんじゃなくて、自分の中の気に入る形っていうものを表明するのではなく、自分の中にまた作っていく、そしてそれを当然として受け入れてるみたいなところが、なんかアニメを通じたバイブスで意外とやっぱり海外はの方々は受け取ってるっていう風になんか私は感じて、なんかひばりくんはどうなんか感じたのかなっていうのは。でも そうだな、なんて言ったらいいかな、やっぱまらないな。いや、ね、そうなの、私はやっぱりほんと常にギュルンギュルンに回してて、でヤシちゃんも回してるから、でひばりくんもその回してる、そのことについてその考えを回してると思うから、ひばりくんも回してると思うねんけど、そうなの、キュービーラジオはさ、もうバババンって打ち合うみたいなとこあるから、そうだね。でもじゃあこれは続きは、あの女王蜂のファンクラブ、はい、クラブオブキュービーのおしゃべりコーナーで、なんかちょっとまた、そうだね、ちょっとなんかあったらそこでまた話してもいい、なんかちょっと話したいなって。でもなんかやっぱ日本とちょっと違うなっていうところは、ね、そうで、なんか違うなっていうか、なんか日本と目的が違うっていうか、はい、そう、目的が違うと思った。全然違うかった、そうそうそう、目的が違うで、ここは、あ、はい、ここはここは、ありがとう、はい、感じだねんけど、なんとね、まあ、いろんなことがありましてですね、このままボストンの話からニューヨークの話になっていこうと思います。ニューヨークで単独公演をするということで、ソールドアウト して、でパンパン入って、で嬉しかった、いろんなことがあって、でも本当にニューヨークのお客さんって音楽通よ私はとか、アニメファンの子とか女王蜂ファンの子すでにいらっしゃるけど、まあ、どんなもんなんっていう固く見たから、東京デビュー戦みたいな感じよっていう風に向こうのコーディネーターの子たちだったり、ソニーミュージックのニューヨークオフィスの子たちにはからは聞いていたけど、全く関係なかったね。そんなことを言われてたら私は知らなかったけど、で私は素直にするのが私の特技やから、全く関係ないから見ときやっつって、あのライブをしたけど、そうなのね、まあちょっと
ってタイムズスクエアのあたりちょっと歌舞伎町っぽかったよ。あっぽかったね。歌舞伎町とか大阪のね道頓堀とかそういった雰囲気がありました。まあ、観光名所やからと思うんだけど、でセフォラ入ってんけども完全になんか薬局、ごめん、こういう名所出すとあれかもしれないけど、なんか松木よとかに入ってるみたいな、うん、近でもまあ一緒でしょ。一緒なんですよ、うん、そうなんですよ。だからちょっとあーと思って、でその後水とかなんかいろいろなんかホールフーズとか行って、うんうん、なんか私オーガニックのブラックベリーが大好きなんですけど、アメリカ行くとそればっか食べてるんだけど、あ、そうなんだね、そうなの、真っ黒に舌が真っ黒になっちゃうんだけど、でそれを買って歩いて5分の距離をウーバータクシーで10分かけて、そうやだな、車の方が遅いね。みんなイラチやからさ、イライラしがちだから、すごい鳴らすよね、めっちゃ鳴らすやん、うるさい。なんでそんなにも。せっかちよね。もうずっと運転してチッシッチッシッとって、もう後ろでもうやめて。歩いた方が穏やかかもしれない。うん、ミスったな。でも荷物重かったから。あ、そうか。あ、そうそう。でニューヨークだったんですけど、でもライブはもう本当にいろんなことがあったし、はい、始まる前からね、とんでも、トラブルがね。いやこれは、うん、まあミスがあって、でそのミスを、うん、もう仕方ないって、もう、うん、仕方ないのでって、こういうもんなんでっていう風に言われた時に、私はあ、こういうもんなんでっていうものをそうなんだって受け入れるっていうこと、イコール海外だと仕方ない、日本だから、あの日本人とかじゃなくて日本からいらっしゃった人はこういうの飲んでくれる、で僕たちはまあどんな完璧、私たちはどんな完璧なショーをしたとしても、あいつらはすごかったけど、まあそんなミスもあったよね、夫婦っていう、なんでそういうのを足されないといけないのかがちょっとよくわからなかったので、そうね、私は多分怒りの感情だったりとか違うよねって思うことを伝えることが割とうまいのかもしれない、うまいというか過不足なく立場を表明するというか、それちゃうんちゃうんって伝えるのは割とやってきたからできる方なんだと思うんだけど、久しぶりにマジモン の、 あのとんでもを見せたなっていうので、多分あれね、女王蜂が分かりました。 あの日のライブが女王蜂15周年一発目のライブだったんだけど、あの本番リハーサルのね、あの時の私のあのスタンスって全員が一丸となったことで、その細かくどういうことだったっていうのは、あの知っていただける時を持とうと思うから、うん、その時に今ちょっと謎っぽくしてるけど、私は本当に言ってよかったなって、言うべきだと私も思いました。そうですね。でスタッフっていうか、まあ、チーム一丸となったじゃない、あの言葉で、アフちゃん一生ついていくって思った思いました。かっこよかった、ありがとう、うん、でもそういうことをやろうとしてるじゃないですか、この、このバンドは、バンド、まあこの人人間ね、はい、だから、はい、かっこよかったっす、ありがとうありがとうって思いました。いずれもそうなんだけど、やっぱりお呼ばれしてきましたでもなく、お邪魔しに来ましたでもなく、私たちは常にフェスであろうが対バンであろうが単独公演であろうが戦いに行ってるっていうことは常々あのやってきているけど、こんなに私たちは可愛いからってチャーミングだから、あんまり言ってこなかったけど、最初の15周年一発目のライブがニューヨークであんなことがあって、もうあの瞬間からライブ始まってたし、始まってたね、なんなら、で終わった後のインタビューでもあったし、私はあそこもライブしたし、そうね、ここもまた分かるっていただく、分かるじゃないけど見せれる日が来ると、もう分かる分からなくてちゃんとお見せする日が来ると思うので、まあこんな感じ で、 そ、 うです、ね、そんな感じでした。その帰ってきてすぐにね、もう本当にいろいろなことがあって、あとキュービー図鑑2が出ました。ああ、そうです、すごいいろんなことがあるわ。そうなのよそして最後は絶対あのヤシちゃんの話で終えたいと思っているの、はい、メインディッシュはもう決まって何の話だろうかね、わからないわね。なのでキュービー図鑑2、ぜひともね、読んだら熱出るでっていうのが私のキャッチコピーなんだけどそうでしたね、熱出るな、あれは、熱出るよすごいね、情報量がたくさん、
初代のよりも分厚くなりました。あそうか、そうか、5年でな、5年で10年より分厚いの、分厚いということというぐらいの情報量が詰まっております。いやすごい、読んだらね、捨てるのでぜひともお買い求めいただきたいのと、あと最後の最後に私から私に送る手紙を書いたんですけど、そうや、 あれは私はキュービー図鑑2大好きだけど、あそこだけは読まないようにしていて、うん、あれ私はあれを5年後、うん、いや2年後だね、2年後に読もうと思ってるので、うん、あの私は読めない手紙を、あの私からの手紙を読めるので、ぜひともお買い求めいただいて、うん、読んでいただいて、はい、あの楽しみにしていただけるとなっていうのは、そうすね、あとヤシちゃんのメイク講座もあるし、あメイク講座もそうですね、僕なんだっけ、アクセサリーか、アクセサリーを作ってアクセサリー作ってらっしゃいました、はい、あのいろいろ可愛いこともありますし、そうですね、あのインタビューとかもすごく素敵な方々にインタビューしたりとか、スタッフの、うんうんうん、スタッフって言ったらね、一緒に戦って本当に皆さんね、ジョーバチチームの皆さんに語っていただいて、私本当さ、うん、泣いちゃうかと思って、うん、ちょっと泣いたよね、ちゃんと見てくれてるんやって思って、いやほんまにそう、インタビューに答えてくれた人たちってやっぱりジョーバチの、まあ、本質っていうかド素直なとこっていうか、うん、あのうーん、あもうありがとうやし、ありがとうの奥にもう常にあるから、本当に泣いちゃう、泣いちゃうし、もうこれからも共にありたいっていうのもちろんです、あるための戦いをまたやっていきましょう、はい、ということで、はい、じゃあ最後にね、あのとんでもないことを何ですか、何ですか、ちょっと話していきたいなと思いますので、はい、いやー、私ですか、うん、ヤシちゃん、はい、ね、私ヤシちゃんと知り合ってもう多分20年ぐらい経っていて、うん、でバンドを組んで、うん、まあ5年ぐらいでね、うん、でまあずっとヤシちゃんのことを、あのまあヤシちゃんと私が揃うともう無敵、はい、まあ、セーラーネプチューン、セーラーウラヌス、まあ、ロケット団武蔵小五郎なんとでも言うんでしょうよ、太陽と月ではないんですよね、そうそう、そういう問題じゃないですよ、太陽と太陽、そう太陽とコスモ、コスモそうギャラクシーとギャラクシーみたいな宇宙対決で、その中にいたひばりくんがあの生きていけてることがまずあの面白い状況、あルリちゃんもあそこで爆走一緒にしてくれたこともそうだし、面白い状況、今まで戦ってくれた人たち全員素晴らしいなと思うんですけど、うん、そのヤシちゃんがね、なるほどねっていうことがあって、ね、ヤシちゃんお話しいただけますでしょうか、わかりました、ね、よろしくお願いします、そうこの間ねみんなにもお話ししたんだけど、うん、最近あの遺伝子検査みたいなのが流行ってるんですけど、はいはい、流行ってるというかね、うん、まあ、あるんですけど、それを私は好奇心が旺盛なもんで、とてもちょっと試してみようかなと思って、うんうんうん、でそれ遺伝子検査っていうのは病気のリスクだったりとか、うん、まあ、自分のルーツ、ルーツ、はいはい、そうそう、どこどこの生まれ、かなり細かく分かるよね、かなり細かく分かる、うん、何パーセントみたいなのが出るんですけどもね、うんうんうん、まあ、そういうのは結果が来まして、はい、はいはい、まあ皆さん、あの私 YouTube でいろいろやった人のことを見たんやけども、うんうんうん、大体の人は日本人 100% とかって出たりして、うんうん、まあ私もまあどんなもんかなと思って、うんうん、まあ、見てみたわけよ、うん、軽い気持ちで、うん、そして、うん、あと 98% とかであと2位何みたいな、あそうそう、まあ入ってても 98% 日本人とかで、うんうん、あとはどこどこみたいな、うんうんうん、でええー、みたいなね、うんうんうん、ことがございまして、はい、私も何かいろいろあったら面白いなみたいな感じで見てみたところ、うんうん、日本人がまさかの 58% しか、うんうん、おりませんでして、すごいびっくりしまして、はい、私びっくりですわ、はい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 、そうで、え、受けんねんけどどういうことみたいな感じで私のお母様にね、うん、言ったんよ、うん、58% しか入ってなかったよ、半分ぐらいやねんけどおもろいなみたいなこと言ったら、うんうん、まあ実はお父さんがね、うん、ちょっと違う国の方でして、言ってなかったのね、はい、初耳だったんです私うせやんっっそんなことあるって思って、でもない、はい、私、うんうん、ね、ジョーバチ15周年にしてね、私が根血だということが判明いたしまして、うん、恐ろしい楽しささあ、それでね、うんうんうん、スタジオでもみんな話したけど、すごいびっくりしてくれて、本当びっくりでした、びっくりして、本当にハーフの最初の、あのハーフって曲が私の時にあるんですけど、はい、HALF の後の、ズーンって私ポーズやんだけど、最近リハで練習してる時一緒にやってるのさすがにやったよね、さすがにやったよな、そう楽しいです、泣いたよね、なんかね、やっぱりずっとヤシちゃんには、はい、あのその
なんだろう、自分の曲を書いて、例えば、うん、ルリちゃんもそうで、なのにも伝わることをやったりとか、その、うん、根結っていうアイデンティティこそ私にはないけど、でも、うん、なんかこうなんだろうな、日本人100じゃないもんねみたいなことっていうのはやっぱ生きてるとやっぱいただいてしまうのよね、うん、そういった、うん、あ関西弁喋った笑いみたいなとか、うん、まあ、私たちも最初日本語で歌うんや受けるみたいな感じではすごく最初、うん、本当に言われてたの。でもこれって多分いろんな人がね通る道だとは思うんだけど、生来のものってやっぱ本当にどうしようも結構なかったりするから、うん、まあ、戦うしかなかったっていうことではあるんだけど、うん、なんかやひちゃんはどっかでなんか、うん、言わんでもわかるなっていうか、なんか、うん、なんか別にって思ってて、でもさ、やしちゃんお母様の方がさ、うん、外国の方のような見た目してて、でお父様も外国のような方のようなさ、おばあちゃまもそうなんですよ、外国の方だから結構国バラバラに見えますわね。そうだから、どこの国でも話しかけられるのそこやと思うね。あ、そうなの、そうそうなのっていうのはあるんだけど、本当にでもね、うん、昔から結構言われるのよね、どこの方って、うん、そうそういうのは結構たまに聞かれたりするから。で15年間なんでやろうなってうちら話したから、うん、やっぱそんなことをねこの15周年で判明して ね、いや面白いね。私って掘ったら掘るだけいろいろ出ますよね。いやでもやっぱ今回で思いました。やっぱ神様はもともといると思ってましたし、うん、悪魔ちゃまたちもいるし、うん、まあ、天使ちゃま連合も、うん、まあ、ございますでしょうし、はいはい、悪霊ちゃま生き霊ちゃまも全然はい、いらっしゃると思いますしね、はい、ます、宇宙人ちゃまも普通にいらっしゃると思う、はい、パラレルワールドも、はい、ございますし、はい、何の不思議もございますので、まだまだ地にはねダヴィンチコードというか本当に私たちのコードっていうものはまだまだあると思うので、はい、どうしよう私その検査したら、うん、なんかよくわからませんって書いてきた、うん、あ、私も未分類のパーセントが入っておりました。未分類、ね、未分類とはみたいな。いや素晴らしい、はい、何なんだろう、なんかすごい素敵ね、うん、そうなの、すっごい野生的かもしれないしすごい未来かもしれないし、そうやな、うんうんうん、なんかそんな広がりをねとても感じたので、ちょっとこれをねメインディッシュに話しておきたいなって、うん、そうね思ったの、共有させていただきました。いやと初登場でこんなとんでもとんでも話ちょっとねびっくりしましたからね自分でもね。いやでもこれが女王蜂やと思ったもん。そうや、いややから、うん、やっちゃん、いやだから根結やから好きとかじゃないね、ああもちろん、だからやっちゃんおもろいねこのタイミングでこれ来るからそうやな、いやもう来れないよな、タイミングよね。いやもう全部タイミングがおもろいと思うから、うん、本当に面白いなって思いながら でこれはねこのラジオのやけど、その代々木第一体育館での公演、私たちの単独初めて代々木で単独、はい、初めてかな代々木は、うん、初めてです。代々木第一体育館で行います、正しいとか正って読む文字、なんだろう、うん、数を数えるときに正の字で、はい、私たちの国ではというか日本ではやるではないか、ね、はい、だから正正正っていう文字を3つ並べて15って読むんだけど、はい、15周年ってこの、ライブがもう少しで今収録してるのはあと10日後かなにやるんですけども、ね、まあ、あと日々ね通し稽古の方をやっていて、はい、稽古してます、うん、本当に1回だけだとすごくもったいないなと思うようなものができているので、ソールドアウトっていうとあれですけども、本当にたくさんね見れない方の方がいるっていうことで今なってるけれども、始まりに過ぎない全ては終わりではなく、そして常に始めていくのが成仏だと思うのでね、はい、とても楽しみに、とても楽しみです。そうなの、ビジュアルのの宗教がウェディング、あと MV ももう出てるんかな、もうちょっととんでも MV、ああ、うん、そうね、出ます。で超メモリアル思いっきり聞いて来ていただけると、うん、はい、嬉しいよね。そうだね。いやー超メモリアルライブすごいね。練習するたびに思うわね。いやもう、うん、もうすごい曲すごいな。すごい曲。いやもうこれが15周年一発目のやっぱ成仏やわ。いやー本当にふさわしい。いやースタンスやと思ったわ。本当に表明したなって思いながら。うん、しました。これは。いやーもうじゃあ。まあ今回出てくれてありがとう。いやこちらこそありがとうございます、ね、まさかの15番目のキュービション。いやもうこれ今気づいてびっくりした。これ今気づいたんですね。今気づいた、うん、面白い。びっくりしたわ。なんか怖いね。いやいやありがたいわね。ありがたいです。面白いしなんか、うん、じゃあし逆に面白がらせたいしやっぱええわって、うん、もう上にも下にもファンクラブあるって言われたから私、うん、いや確かにとは思うよ、はい、今もあるしここにもあるしっていうの、いや確かにそうってそれ思うから、うん、
いやこれからね、まあ、15周年を迎えるとみんなこれからも20周年25周年そして何周年末永くって言うけど、うん、やっぱりそういうこともあるけど、うん、どういうものにするかが一番大事やから、うん、ただ続けるっていうことではないやん、うん、うちらは、うんうん、これからもよろしくね、はい、よろしくお願いいたします。やっていけるとやっていけますいけ、ね、いけてしまういけてしまうほほ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 ほいつもあのクラブオブキュービーファンクラブのおしゃべりコーナーだと、うん、それではごきげんようで3人で言って終わるんやけど、はい、まあちょっとここは違くしようか。あ、違くする？いいよ。じゃあ今日は2人ありがとう。今からじゃあテレビ局でのリハーサル行ってまいりましょう、はい、行ってまいりましょうね、はい、頑張りましょう。今日はありがとうございました。いつもありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。後でね。この後だな